人工内耳の内部構造人工内耳は、聴覚障害者の内耳の下牛に電極を接触させ、聴覚を補助する器具である。装着と訓練により、中途失調者が一定程度音声を聞き取れるようになったり、聴覚障害のある乳幼児の言語発達を支援できる場合がある。日本では一部の機器に健康保険が適用される。実際の利用例、黒色の機器が、 人工内耳の体外部である。後頭部には磁石によって貼り付いている送信コイル、耳の上部から裏にかけて耳かけマイクなどが見える。人工内耳はマイクロフォン、音声分析装置、刺激電極、電波の送受信機からなる。マイクロフォンが外の音声を捉え、体外にある音声分析装置で音を電気信号に変換する。電気信号は 非接触で内耳にある電極へ送られ、電極が聴覚神経を刺激する。下牛は部位による周波数特異性を持つので、電極は複数個埋め込む。どの電極をどの程度刺激するかは音声分析装置の中のプロセッサが決定する。人工内耳は通常どちらか片方の耳につける。これは日本の医療保険制度のためである。 自由診療で手術費が負担できるのであれば、領事相用することにより、音声の立体感など、片耳のみの場合より、大きな効果を期待することも可能である。いずれにせよ、医師と患者双方の理解、信頼、リハビリテーションが大きな鍵になる。人工内耳をつけた場合、一般的に90から100デシベル以上の、聴力レベルが、 35から40でシベルぐらいの聞こえ方になる。電極の数には限界があり、プロセッサのプログラミングにも限界があるので、下牛本来の信号は得られないが、現状でも一般的に言えばかなりの程度で言葉を聞き取ることができるようになる。しかしこれには個人差があり、劇的に聞こえるようになる人もいれば、成人の老舎者に多い例だが、 中にはあまり効果がなく外してしまう人もいる。すなわち、人工内耳は万能の聴力回復技術ではなく、一定の限界がある医療技術であると言える。人工内耳の効果の代償は、失調時期と人工内耳手術を行った時期によって大きく左右される。早い時期の手術が効果が高いともされるが、自己選択のできない乳幼児への手術には、議論がある。 聴覚による音声言語の獲得後、事故や病気で難聴になった中途失調者の場合、人工内耳によって言葉の判別は可能となる場合が多い。黒田は人工内耳が単に音声言語の使用可能性の問題にとどまらず、創業者の生活の質に大きな影響を及ぼすことを報告している。黒田が調査対象とした。 中途失調者の二つの事例においては、人工内児相応が、障害認識、障害需要の面でも、大きな効果をもたらした。とされているほか、職場でのストレスの低減や、鳥や虫の鳴き声に季節を感じるようになったことなどが、紹介されている。なお、ここでの老者とは、自然言語としての手話の話者である、重度聴覚障害者という定義ではなく、 医学的な観点からの老舎という意味である。また、乳幼児の事例においても、音声言語による会話すなわちバーバルコミュニケーションだけでなく、非言語コミュニケーションすなわちノンバーバルコミュニケーションの量も飛躍的に増大し、親子ともに QOL が改善したとの報告がなされている。日本における事例では、人工内児を先天性の重度聴覚障害児が創用した結果、 それまで当該児とのコミュニケーションを断念していた親族が積極的に手話や指文字を学んでコミュニケーションを試みるようになったという現象が報告されている。人工内児の手術においては顔面神経の麻痺や痙攣など若干のリスクが存在している。例えば黒田が報告した日本の成人女性の二つの事例では いずれも手術後数ヶ月にわたって顔面神経の麻痺が見られた。宮崎医科大学は1995年までの26件中の症例で2件の顔面神経刺激を報告した。もともと聴覚者であり、聴覚を失った場合は、埋め込み手術をした後、オンになれるために1から2ヶ月ぐらいのリハビリテーションが必要になる。リハビリテーション後は、 電話での会話もできるほどに回復する例も多い。だいたい5歳以降に難聴になったのであれば、言語習得期間後になるため、言語習得機能上は成人とほぼ変わらない。体内に機械を埋め込むことに対して、抵抗を感じる人が多い。鳥越隆バイリンガル老教育の展開スウェーデンからの報告によると、スウェーデンでは新たに生まれる、老児の90%は、 人工内耳手術を受けているとされる。本庄岩尾によれば2歳未満で、あるいは生まれつき難聴の場合、人工内耳手術の年齢が音、言葉判別の能力を大きく左右する。乳幼児の頃に人工内耳を埋め込めば、聴者に近いレベルで音を判別する能力を得る可能性が少なくない。一方、 両者として成長した後の手術の場合には、前頭葉内にある聴覚を司る、聴覚皮質が音に対する刺激を受けないまま、育っているため、人工内耳を埋め込んでもそもそも音を信号として、受け取ることが難しく、聴覚言語を理解できるようになる見込みは、ごく小さい。本上よれば、2歳から4歳程度の言語、 習得期間に難聴になった場合も、内耳を通して入ってくる音と言語を結びつける。脳内のネットワークが未発達な状態で難聴になってしまうため、仮に手術をしたとしても、音と言葉を結びつけることが難しく、聴覚言語の判別や発話には相当な訓練期間を要する。本上によれば、その後も、 聴覚言語の判別率が低く、読話や手話を好む傾向が強い。日本自民工科学会の人工内耳適応基準の年齢加減が2006年に2歳から1.5歳に、2014年に1.5歳から1歳に引き下げられた。乳幼児を手術した場合、1年以上をかけて、オーディオロジストなどの専門家を交えて、経過を観察しケアする。 入幼児への手術については、当人の自由意志ではなく親の意志により手術の決断がなされることに関わる倫理的問題が指摘される。老者として生きるか長者として生きるかの選択ができない段階の入幼児を持つ親が、当人に代わって人工内児を選択しようとすることを、超能主義的態度であるとして問題視する立場がある。人工内児が生む神経刺激から、 言語情報を取り出せるようになるまでには、長い訓練と労力が必要とされ、そのために手話に触れることが遅れ、言語獲得に適した時期に手話を母語として獲得する、チャンスが阻害される場合がある。イギリスで人口内耳の普及を推進する、ザイヤーファンデーションの著者らと、英国聴覚障害児協会の著者が2007年に公表した調査で、 イギリスの2つの人工内耳センターの生徒から、抽出した128名のうち調査に同意した約30名に、構造化面接法で質問を行い、肯定的な結果を得た。さらなビックは、人工内耳は訓練と労力を必要とする機器である。点、成人老者が機器を利用して、聴覚言語と読話と手話とを併用することは珍しく、ない点を指摘し、乳幼児に、 人工内耳を装着させる判断をする場合も、聴覚言語だけでなく手話の学習環境も与えることを奨励する。全日本老ア連盟は2016年の声明で、日本での人工内耳装着時の増加を受けて、聴者である保護者が、児童も、自分たちと同じ言語で育つことを望む心情は、理解できるとした上で、児童が講話でなく手話で育つことは不幸ではないことを、 保護者らが理解することを希望し、聴力の程度や、障害の要態に応じて、手話で育つ方が、当人に適した選択である、可能性や講話と手話のバイリンガル教育の可能性も、検討する、よう保護者らに呼びかけた。黒田が報告した日本における事例においては、近年でも、なお聴覚障害児の保護者が、人工内児創用について検討する際、 乳幼児への人口内児相用に反対する団体の問題が考慮されているという日本語のオープンアクセス文献ありがとうございます。